山内良山内良12月20日から1960年7月26日は日本の政治家、青森県八戸兵士の五代目市長、終戦直前の1945年8月、米軍による空襲の予告を受けて全市民に総大挙を命じた。戦争末期に政官連絡船を撃沈した春勢機動部隊により1945年7月14日に、 八戸、三沢が空襲を受け、日東科学工業や知りない駅に、戦時下の国や、県の強い意向により、一旦市営自動車をここ鉄道に統合させた。後に1948年に、市営バス事業は、再発足する。1944年に、八戸市立工業学校を設立した。AB、議会制度100年衆議院議員名鑑673ページ。 総理長官房監査課編公職追放に関する覚書き該当者名簿日比谷整形会1949年745ページ NDLJP 1276156写真で見る八戸の歴史太平洋戦争1973年社会経済史研究会 200P 234P ありがとうございます